時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう冬の計画、恐るべき宇宙人の脅威。太刀打ちできる相手じゃない。トランクス、やっぱ強え。すいません、悟空さん。あ、お前は誰だ。父さん。え、悟空とベジータ。父さん、みんなこんなことしている場合じゃねえぞ。あれを見ろ。やべえぜ、自分の宇宙を探れ。クリーンさん、時の海王神から事情は聞いた。厄介なことになったな。別の次元のベジータと悟空か。いやあ、みんなどうも。冬、またあいつか。その鳥はかわいいだろう。こいつはドギドギ。災いの鳥はそいつか。ピンポン。宇宙の種を覚えているかい。僕の元で
神聖な宇宙樹に成長しているよ。あのハーツも貴様の計画の一部だったということか。何者なのか知らんが、宇宙樹とはな、宇宙を養分として成長する伝説の巨大樹。そんなもので何をするつもりだ。新しい宇宙を作るのさ。全宇宙のエネルギーを吸い尽くして、この僕が宇宙を生み出す。最高だろ。あの野郎。クリリン。変なんだ。急に息が。ピッコロさん、あ、父さん、西の都が。になった。ありがとうございます、ビルス様。たく、なんでこの僕がこんなことを。お前たち、あの根が吸い取る養分とは宇宙に生きる命のことだ。今は僕の力だけを吸わせているが、長くは続かんぞ。あれは僕にも簡単には壊せん。お前たちは奴を追って宇宙樹を何とかしろ。わかった。サンキュー、ビルス様。俺たちは独自に調べてみる。うん、ベジータ。ああ、ゾクさん、俺も行きます。うん。俺は足手まといになりそうだな。僕たちも何かできることを探します。好きにしろ。よし、じゃあ行っていくか。あそこにいるんは、まさかあいつらか。次回、スーパードラゴンボールヒーローズ強敵再戦、ターレスト傍若。絶対見てくれよな。